はい、皆さんこんばんはー、こんばんはー、ウェーイ言うてるけどはい、キコーナチャンネル、本日はキコーナ一岡店から生放送です。よろしくお願いします。お願いします。ザキミヤ、いいよザキミヤ、久しぶりですね、ザキミヤ、いいよ。ちょっと寝癖、ここ寝癖気になりますけど喜んで喜んで、はい、久しぶりに一岡からやっていきますのでね、よろしくお願いします。ということで、今日ははなちゃんとザキミヤ、もう最近なんかこの2人固定っすか？なんかセットなんですね。セットなんてる。嘘。残念くんとか元気してんの？残念くん。残念くんですね。元気してんの？あ、そろそろちょっと新卒もそろそろ掘り込もうかな。ああ。以上か、あれですか、新卒いるんですか？2人いるんで。あら。まあ次ぐらいちょっとね。そうですね。そうですね。ちょっとなんかやりたいですね。やりたいですね。じゃあさっきどうしようかな。教えてもらおうか、告知。せっかくあるそうなんで。じゃあこっちカメラあるから。はい、あるんですか？あるよ、はい、暗黒放送ラジオはい、ちょっと紙芝居になって思う。あ、いいよいいよ、はい、どうぞ。紙芝居、紙芝居風にそんなそんな腕持ってたん。じゃあお願いします。昔昔昔まあ、だいぶ最近ですね。はい、お願いします。1月9日にですね、はい、新大入れ替えがございまして、はい、まあ続々と新大が仲間入りしまして、おまあ、目玉となるのはやはりガロですね。ガロね、はい、10代入ってるよ。10代導入いたしまして、すごいね。で、まあ、次はハーデス、はい、こちら6代、はい、そのうちの1代はもう1円パチンコにも導入いたしまして、ほう、なんか歌って告知しろって来た、あ、来てたね、コメント来てたねいや、無茶ぶり来たどういう歌ですかね。ガロ、ガロでいいですかね。ガロ歌うガロの歌、ガロ難しいよ、全く知らない。ガロの歌は全く知らないです。で、まあ、あと月は仕置きに、はい、こちら5台導入で、これは22日ですね、ですね、はい、カード開始 で、はい、で、あとはゴジラ、はい、こちらも1円パチンコ導入 で、はい、で、あとスロットが鉄拳4、はい、これ人気の、まあ、ちょっと注目されてる機種なんですけど、こちら3台、はい、20円スロットに、で、あとはあのガルパンですね、はい、6号機で登場と、こちらも3台導入しております。はいはい、では1円パチンコのラインナップも見えますかね。紙芝居結構な見える見える紙芝居、はい、ハーデス1台とゴジラと、まあ、あとこちら、はい、結構ね、はい、機種多くなってますので、はい、まあ、また明日にでもですね来ていただければ、はい、1円パチンコ4円パチンコを楽しめますので、はい、はい、お待ちしております。あと P ワールドもね更新されてますんで、はい、あとツイッター、LINE 等でチェックしていただければ、はい、最新機種が出ると思いますので、よろしくお願いします。スーパーのチラシみたいに見ながら告知してるそうそう、急遽あのちっちゃいの吸ってもらったからね、はい、今日の、企画楽しみでしたという方もおられますので、まあ、今日は、まあ、前からちょっと言われててやる機会をちょっとね伺ってたんですけど、今日は、はい、ここでじゃあ早速やりたいと思うんですが、視聴者と選ぶパチンコパチスロソングランキングということで、これめちゃくちゃ膨大な数があるんで、ちょっともう一個一個の歌しかもちょっとわからない人も多いと思うので、この辺は半券の一括りということで、ランキング作っていこうかなと思うんですけど、とりあえずそうですね、まあ3つぐらいに分けると、実写のパチンコパチスロ、オリジナル版権、これメーカーのオリジナルかな、であとアニメ版権がやっぱり多分一番多いと思うんで、まあ、この3つの中からそれぞれ、まあ、何位か選んで、で最後全体で最終的にどれが一番かっていうのを選んでいこうかなと思います。ニヤニヤすなって言われたニヤニヤすな言われた、はい、控え室ですか、ここ控え室かな、控え室です、控え室です、控え室でね、はい、1位は熱唱してください。これザキミヤさん得意でしょいいっすよ知らん歌やったらどうする、知らん歌やったらどうする、知らん歌やったらもう適当に歌う、適当にザキミヤソングでやっていただきますね。そうですね、じゃあこれはまあ視聴者の人もねちょっとコメントで、ランキング入れてほしいものをちょっと入れておいてもらえたら非常にありがたいかなと思いますので、じゃあさっき実写オリジナルアニメってあるんですけど、多分アニメはめっちゃ時間かかりそうなんで実写からいこうか。じゃあ
はいはいはい、返事軽る返事軽るうっさいうっさい、ね、君はこんな感じで、じゃあ実写からいきたいと思います。実写ね、私もちょっとさっき調べてたんですけど、まああのさっき花ちゃんにお知らせいただいたガロも一応実写っすね、はい、あれ実写のパチンコ、まあパチスロもありましたけど実写、あと仕事人とかも実写、あとはそうやな映画の版権だったりとかね、はい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 、あとリングとかもそうですね実写になりますね。初代高田組これあそうやね、歌パチも一応実写やね確かに、うん、この辺ちょっと入れてもらいたい版権があれば TM レボリューション、ね、あそうそうなんで急に TM 出てきたそうですね、仮面ライダーとかウルトラマンとかそういう特撮系も実写に入りますね。ただ歌なんでね皆さん、仮面、まあまあ仮面ライダーウルトラマン歌いいなと思うやつをね、はい、あリングのキットクルはいいねってね、 X も良かったね、 X ね、プレナイとか歌える超絶シャウトせなあかんけど、ね、はい、とりあえずあのアンケートで決めていこうかなと思うので、アンケートに入れてほしい機種を、皆さん、入れていってください。実写ですよ、とりあえず実写ね。よし行くぞ、よし行くぞあったっけ、よし行くぞあったっけ、CR よし行くぞあったかな、あったのかな、あったか、まあ、あとはあのドラマ系で言うと冬ソナとかね、はいはい、天国の階段とかチャングムの、そうそうチャングムねあの辺が一応実写ですね、はいはい、まあ、時代劇だと必殺水戸黄門暴れん坊将軍、銭形平次、はいはい、この辺もですし、よし行くぞあったっけなよし行くぞ、まあ、あと歌手だとあゆとか相川七瀬、まあ、AKB もそうですねもちろんね、倖田來未、AKB はいいですね、あとは中森明菜、はいはい、郷ひろみ、はい、あとなんやろう、美空ひばりとかね、あそうそうそう、ひばりちゃん、そうですね、はい、パフィーとかピンクレディーとかありましたけどね、はいはい、この辺も全部実写になりますね。甲賀忍法ちゃんアニメ部門やからもうちょっとちょっとあったよねパチスロ関係なくです、はい、とりあえず一通り入れていこうかなと思います。もしなければもうこっちで勝手に選別してアンケート取ってもらおうかなと思うんですけどね。なんかね、花ちゃんあんまり大知らんって言ってたよね。そうなんですね、大が知らないというより曲が、曲が知らない、曲がそうですね、あんまり打つときとかそのこの歌好きやなとかいうのもあんまりないの、ならないですね。あ、そうなんやSOD はどうですかSOD 実写わからん、歌あんま知らへん。よし行くぞ石川さゆり郷ひろみ、あ、郷ひろみ、あ、郷ひろみね、郷さんはあれですね、あのニューギンさんの代でしたね、絶頂ってほん、SOD は知らんな、入れてもええけどそれ 0% の人罰ゲームやからなR18 ほんまに言うてるそれ。とりあえずアンケートを入れていくんで、まあ実写部門も結構あると思うから、まあ、2つぐらいに分けてもいいかなと思うので、じゃあ今からコメントいただけたら、アンケート機能入れていきますね。アイドル多いねと言ってますね。 AKB じゃあ入れとこうか。そうっすね、 AKB も一応3作出てますもんね、あのパチンコは。実写？実写、はいはいはい、実写か、まああれライブ、ライブパチンコやもんね。海はオリジナル版権にしましょう。倖田來未入れよう、倖田來未ね、やっぱ歌になんのかな。あ、ガロ実写か、まあ上位3個ぐらいを、まとめて後で全体でやっていきたいと思います。あと何やろ、仕事人な、仕事人ね、仕事人、まあ仕事人、誰だっけジェロさんとかね歌ってはりましたし、あれも仕事にも結構長いこと、もう何部作や、 6個ぐらいあんのかな。実写難しい、中川翔子はちょっと違うような気するんだけどほんまに入れるシュートとかね、シュート、シュートシュートアニメじゃないの、シュートアニメ、アニメ、あれそれスロットでしょ、スマップがやってなかった実写で。ラブジョー、ラブジョーの歌ってなんか有名なんの、ラブジョーで有名な歌あるんですか。あれオリジナルですか、実写、実写ってあれオリジナルかな。ちょっと待って、仕事人な、まずヨウモギ、あ、冬ソナな冬ソナな、まあ、それか歌部門とあれしようか、ドラマ部門とあの分けようか、結構出てきたから。倖田來未、 AKB、 五木ひろし、いや、五木ひろしの歌知ってんすか店長知らんのに言わんといてくれる美空ひばり来たね、これ京楽さんの台ですね、エイジセレクトの熟女軍
もうよう分からへんわ。あとはジューシーハニー。ジューシーハニー、ジューシーハニーの歌ってどんな歌？ジューシーハニーのが何？ジューシーハニー、サブちゃん。サブちゃん一応入れるで。サブちゃんね、サブちゃん、あれやね、ハネモンのやつやね、美空ひばり。じゃあこれ歌パチ部門にしようか。桜が丘ショコラ、それあれやん。名前忘れた。桜が丘ショコラ、あれ名前忘れたわ、出てけへんわ。名前忘れた。あ、あゆね、あゆ入れようか。コクッチーや。コクッチー、コクッチーマスターズや。氷川きよしな。あ、じゃあ歌パチはこうやね。ここあと3つ歌パチ。これどうなんやろな、やっぱ倖田來未好きな人多いんかな。相川七瀬。いや、大黒摩季やったっけ。大黒摩季はなんか、大黒摩季、ラララ、ちょっと待って、大黒摩季やった。江頭2時50分。江頭はオリジナルやな、どっちが言うたら。歌ある。ちょっと歌ってみて、店長。江頭の歌って何？江頭の歌はちょっと分かんない。ガッペを連発とか。あれ歌ないですか、ね、歌かどうか分からんけど。そうやね、まあ結構これユーザーで分かれそうですね。美空ひばりさんとか言うてるんやったらちょっと前のユーザーかもしれんし。あ、X な。X ね。誰もアキナ出てけえへんな。中森。中森アキナ。西部警察はちょっと違うちゃうか。レディーガガ。レディーガガ。ああ、レディーガガ。ほんまに言うてる。皆さん、大喜利ちゃうからな、これ。マイケル・ジャクソン。あと3つ。え、これ入れる店長も。マイケルとかそんな話題にならんかったけどな。確かに。クソ台だった。ああ、広瀬香美は雪物語な。でもこれ、広瀬香美の台じゃないからな。まあ、確かにね。はい、一応あれやね、歌手判件は歌手がメインでって感じで考えてもらったらいいかな。結構あると思うけどね。あ、 TM な、さっき店長も言ってたね。TM ね。 TM 乳銀が勝手に作った黒い夢。そんなん作ってたん？勝手には作らないでしょ。うん、勝手には作らんと思うよ。ちゃんと判件やってると思うけどな。あと1個じゃ、AKB、倖田來未、浜崎あゆみ、美空ひばり、氷川きよし。米米クラブ。あ、米米あったな。ピンクレディーか。これどっちします？店長。難しいね。ピンクレディーか、米米。今の世代で言ったら米米の方がまだギリ知ってます。まあ、ピンクレディーは、大地さんからあれ3機種ぐらい出てたのかな。出ましたね。で、米米は太陽エレックさんですね。1個だけ出てましたけど、これ結構あれですよね。インパクトあったから。私もよう打ってたけど、全然思んなかったけどな。じゃあ米米にしようか。今の葬儀合わせると、はい、これ、はい、ジャイケル・マックソンあれやな、関西ローカルのお笑い番組やったな。そうです、はい、じゃあ一応この9個で最初歌手部門アンケート取ります。じゃあニコ生見られてる方、はい、ご協力いただけたら嬉しいです。店長、この中やったらどうですか。まあ、AKB じゃないですか。 AKB 一番、はい、花ちゃんは倖田來未ですか、ね、ああ、倖田來未。売ったことはある？売ったことはないです。売ったことないんや。え、この中で売ったことある機種ある？ AKB、倖田來未とかですか、ね、AKB か、はい、やっぱ若いな。そりゃそうやな、花ちゃんまだ若いもんな。美空ひばりとかあった時まだ多分打ててないよね。いや、打ててないです。春のワルツとか売ったことないんじゃん。ないです。ないね。じゃ一応これの、上位3機種は、次の全体の方に移りたいと思います。三河健一。渋いね、みんな。なんなん。じゃあ一応締め切りますんで、入れてくださいね、皆さんね。じゃあ花ちゃんは AKB で、店長も一応 AKB かなと。え、あ、倖田來未です。あ、倖田來未か。あ、そっか、花ちゃんは倖田來未やね、店長は AKB やね。で、回答締め切ります。じゃあ行きましょう。じゃあ、でもあれですね、店長と花ちゃんの言う通り AKB と倖田來未は同率でした。なるほど。じゃあこれちょっとメモっといて。はい、あともう一つ、二つあるな。 TM と X ジャパン。あゆが意外にないんや。へぇー。 X ジャパン、ひばりちゃんとあゆが一緒なんやね。コメコメはゼロですよね。言うといてゼロってどういうこと。言うといて。言ったやつ押せ。ほんまよ。
大喜利みたいで。じゃあこのアンケート一応4つにしとこうか。一応ね、はい、あの同率やから X と TM と、まあこれちょっと入れるか分かんないけど、じゃあ歌手部門こんな感じですね。ゼロパークさん、天童よしみ入ってないぞ。いや言うてへんやん君ら。はい、じゃあこれが、一応歌手部門ですね。歌手部門、ね、実写の方で。じゃあ次、実写映画とかですね。そのさっき言ったリングとか、あの辺、映画も結構ありましたけどね。映画ね。洋画が結構多いのかな。ちなみに映画ね、まとめサイト見ると、男はつらいよ、スター・ウォーズ、はいはい、バック・トゥ・ザ・フューチャー、スパイダーマン、マトリックス、ガメラ、ミッション・インポッシブル、七人の侍、タイタニック、ロッキーとランボーって、パチンコあったんや。リング、ゼブラーマン、キングコング、インディ・ジョーンズ、007、ゴジラ、プロジェクトエース、だっけ、スパルタン X、ラストサムライ、ジョーズ、ロード・オブ・ザ・リング、カンフー・パンダ、蒲田行進曲、ザ・トーイチ、オーメン、ターミネーター、めっちゃあるよ、トップガン、ブレイド、ピンク・パンサー、ロボコップ、エイリアン VS プレデター、スーパーマン、ハムナプトラ、夕日のガンマン、ジュラシックパークね、とか、あとキョンシーもあったよね、バットマン、キョンシー、オープンシーズン、これアニメやね、バンヘル、呪音、トラック野郎、ダイハード、リアル鬼ごっこ、着信あり、ET、アベンジャーズ、めっちゃあるね。トムとジェリー。トムとジェリー、あれ実写ちゃうよね。実写ちゃうやん、あれ。すごいね、エマゲール夫人ってあったか知らんぞ、私。うん、これ実写、まあ、映画もしくは特撮でもいいかな。特撮だと、まあ、スーパー戦隊の、ね、やつとかもあったけど、ギャバン、ウルトラマン、ウルトラシリーズですね、ウルトラマン、仮面ライダー、ガロ、ゴレンジャー、月光仮面、ライオン丸、ヒカイダ、ロボコン、ブースカ、ゴーライガン。ゴーライガン懐かしいな、ほのぐらい。キョンシーよかった。ミスタービン。あ、そうや。竹安っすよね。懐かしい。まあまあ、かなりダイヤってな気するけどな。じゃあ今からこれ実写映画で、はい。あの、アンケート取りたいと思いますんで、コメントください。西田敏行の釣りのやつ。釣りバカか。あったあったね。じゃあ入れるよ。3位やったら。ちなみに皆さん、これ、あの、歌とかやからな。あの、半径で、まあ、一応歌やから、ガロ入れようか。はい、ガロな。はい。やっぱガロないとね。ガロね。はい。黒百合団長をしたけど、歌としたらイメージないから、リング。リングはね、もう 10年ですからね。釣りバカ、ガロ、リング。ゼブラーマン。ゼブラーマン。ゼブラーマンな。あれやな、ブルーハーツやね。確か、ハイローズやったかな、どっちか。ブルーハーツの台もなかったでしたっけ。ありましたね、スロットで。あったと思う。あと、ボンジョビとかもあったもん。相川翔の。ボンジョビやったら、北電子から出たもん。そう。タイタニックね。あ、でもタイタニックはね、あの歌も良かったもんね。セリーヌ・ディオンさんのね、やつありましたね。実写もういいよ。ターミネーター、ダダンのやつ。チャングブチャングもう入れるじゃん、冬そのとこも入れちゃうか、ここに実写ドラマ映画じゃ。そうやね、皆さんこれ歌やからな。歌なんすよね。そうそう、歌やで、曲のイメージやで、好きな歌とかやで。山下清志竹内力ってあれか、村正かなんかか。歌やぞ。何回も言うけど歌やぞ。チャングム歌やな、これ。歌やな。お前やな、歌えんねんなみんな。ライダー、あ、ライダーね、ライダーシリーズでいいかな。じゃあひとまとめにするね。ここ仮面ライダー、エヴァはアニメ半径やな。実写ではないな。水戸黄門、あー、水戸黄門な。アニョハセヨは違うな。冬ソナないんか。逃れ者オリン。オリンの歌知ってんのみんな。知らない。歌あんのかオリンって。分からん。あ、冬ソナもじゃあここ入れとか。冬ソナはみんな知ってんもんな。あ、そう、ヨモギな。ヨモギ。ヨモギだけやん。アニョハセヨ。もう分からへん。何してる。あなた。じゃあ、金さんか仕事限度で。金さんの歌ってどんな歌？金さんって何？遠山の金さん。あ、遠山の金さん。遠山の金さんの歌って何？必殺入れるわ。ある？
いや、あるとは思うんですけど。じゃあ2、仕事いいな、入れるわ。じゃあもう9個決まったよ。米も先出たよ。じゃあこれでまたアンケート取るよ。これ歌やで、みんな。あの、間違えといてな。歌やから。歌ですね。歌やからな。はい。釣りバカとか歌知らんね、私。歌ね。歌やで。ソングやで。はい。仮面ライダー入っとる、入っとる。はい。ガロ、まあ、多分、高いところで言うと、やっぱガロ、ライダー、リング、まあ、仕事人、富裕層なかな。仕事人の歌は結構多いと思うけどね。荒野の果てにとか、よう流れてるけど。なんで釣りバカ入ってんの？釣りバカって米好きだもん。だから釣りバカどうたほんまに知ってんねんなって。ふざけて、いやもうふざけてるやろみんな。いやガチでやってって言われたからやってんねんで、これ。はい、ちょっとみんな考えてや。一応上位3つね、2つか3つね。やっぱライダーかな。ライダーはあのいい歌多いっすよね。いや多いっすね。 V3 も含めてですけどね。新潟平次遅い。まあガロリングライダーなのかな。じゃあ入れた、みんな入れた。じゃあ店長は一番どれやと思いますか？ライダー。ライダー。花ちゃんはガロで。じゃあやっぱ今信頼やしね。そうっすね。じゃあ回答締め切りますよ。おっ全然ちゃうかった。ほんまに？ほんまか。一番仕事人やった。やってんなお前。何をやっとんや。じゃあ一番仕事人やったな。仕事人マジか。ジャングム腐ってお前らやろ。コメント入れたん。2番が、冬ソナリング。見とこうもの歌って何。人生いらくはやくもあるさじゃないですか。そら釣りバカゼロやな。そら釣りバカだって分かれへんもん歌。絶対ゼロや。ヨモギが1番。あ、じゃあこの3つ決まりましたね。あ、ガロとライダーないんや。へえ。ガロやろ、真面目にやったかって言われてるけど。それはあのコメント民に聞いて、コメント民に聞いて。はい、男だから、ガロ習ってならパー。ほんまやね。あんだけガロ好き言うてた人多かったよ。おい真面目にやったぞって言われてる。なるほどな。あ、仕事人は江戸幻がかかるとテンションが上がる。あれや、あれやね、神木彩さんの歌じゃなかったっけ。こんな感じなんや。全然ちょっと予想反してたわ。信用してないけどな。うん、全然信用してないけど。これほんまに真面目にやっとうからね、みんな。じゃあ次はオリジナル判決しようか。ガロはウォー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 しか思いつかん。それ歌ちゃう。歌ちゃうでな、それ。あの当たった時のあれやね。はい、遊びに真面目。まあリングはやっぱり入ってきたね。はいはいはい。はい、じゃあ次がオリジナル判決。これメーカーのオリジナル判決ね。オリジナル判決ね。これじゃあ皆さんちょっと考えてください。戦国乙女。そうそうそう、平和はね、いいの、書いていいの、書いていいよ。オリジナル判決やで、みんな探しておる。あ、乙女やな、やっぱ乙女やな。ちゃんとやれよ。それだけや、フリフリかって言われる。カイジ。真面目に。カイジはアニメやな。南国育ちな。なるほど。あ、アニメめっちゃ多そう。音楽はなんかイメージできるけど、歌じゃないもんな。何、カイジ。いや、南国育ちとか。ああ、サマーリフレインとかええ歌しちゃうけどね。サマーリフレイン。サマーリフレインの。お天気スタジオとか懐かしい。どうしたらいいこれ。あ、でも、ってたわ俺。お天気スタジオでもあれか、オリジナル関係ですもんね。平和でしょあれ。ちゃうかったっけ。平和。あ、でも平和かもしれへん。これ全部平和やん。今んとこ。あと6個。あ、番長ね。あ、番長。番長。番長と来たら、次あれちゃうん。何だっけ、吉宗とかちゃうん。番長吉宗。もぐもぐフリーカンさん、ほんまに言うてる。絶対言うてない。嘘やね。知らんもん。あ、刑事な。まあ、刑事ね。王将。王将でも。アメニキスの花束。これはヤワラちゃんやないかな。野生の王国。秘宝殿。ああ、海もそうやね。海物語ね。うん、ここやね。はい。海も結構歌ありますからね。あ、海歌多いよね。うん。ペヤングに語らせたらもううるさいだけやけどね。吉宗な。これはもう大体、そうやね、ダイトさんか、平和さんが多いね。女子ザ・ジャイアントの歌知ってる？歌ってくれるかな。天竜、正宗、寿司三昧、沼、何があるやろ、獣王の、あ、サバンナチャンス。はい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 、はい。獣王入れます。サバンナチャンスって言うかな。サバちゃん。サバちゃん、ティリッティリッティってやるけど。あ、まあ、あとはそのあれやね、筋肉マンとか歌ってる人が歌ってたよね。あー、なるほど。じゃあもう十王系入れときます。十王ね。オキドキってどうなん。みんな怖すぎてもうついていかれへんわ。 あとじゃあもう一個。
金物サブちゃんはないな。オリジナルシェイク、あーシェイクな、シェイク歌あった、いや、うん、なんかなんてやろ、テクノ系っつったらいいかな、はいはいはい、テクノポップみたいな、そう、うん、適当に言ったら、マサムネ、マサムネ、マサムネそんな知ってる？まだ番長と吉宗は分かるよ。CD とか結構売れてたから、ゴッド、あゴッドな、はいはい、まあアメグラとかはゴッドやもんね。タッチも一応ゴッドや、ゴッド入れる？モンキーターンはアニメですな。みんな分かってるか？言えばええもんちゃうぞ。オリジナルは分かってない。じゃあオリジナルは、じゃあいくよ。乙女、南国育ち、お天気スタジオ、番長、刑事、海物語、吉宗、十王、ミリオンごと、ここからじゃあ出しますよ。はい。たぬきちくんとか、もうそれただのプレミアキャラや。はい。歌だけやったら、強援高校応援団。わからへん、もう。怖やな、やっぱりみんな。ゴッドのアメグレは神。いや、番長かな。この中どうですか？いや、番長でしょ。あ、番長。番長。か、吉宗かな。か、吉宗かな。そこにあるかもしれないわ。ほんまに流行ったもんね、吉宗。あれ流行りましたね。ただ海も歌結構あるしね。で、刑事もね、もう毎回毎作新曲出てるから。乙女とかもまあ人気あるよね。難しいですね。上に参りますあったな、懐かしいけど歌分かれへんわ、忘れた。お天気スタジオ打ちて。熊坂場とか分かれ。じゃ歌って熊坂場。千本桜は一応海物語に入れといてください。あれやね、アイマリンに入ってたよね確か。はいはいはい、刑事は一応入銀先が先出たからな。はい、闇芝居。ほんまか、ほんまに言うてるか。やったな。やったな、ありましたもんね。じゃあこれ配当締め切りますよ。あれどこ行った、いや消えた、どこ行った、出てないよね。あ、出た。はい、出た。マジ？ということで、獣王ほんまこれ。ほんまに？まあ、乙女が1位っすね。いや、吉宗ゼロやね。え、嘘やん。マジで？言うて。お天気スタジオ持ってるやろこれ絶対。7.7 は、ね。一応、乙女1つ、海物語、獣王、ゴッド。サバちゃんめっちゃ有名やで。誰なお天気スタジオやったやつ、ちょっと出てこい。いやいや仲間やろあんた。いや吉宗ゼロなんや。まあでも昔やからほら。あーそうかー。最近はそんなに。番長の方がまだ有名なのかな。抽選好きやったらサバちゃんやろ、知らんがな。で番長で 7.7 なんですね。サバちゃんだろうが。あーそう、吉宗 CD 売れたのにな。いやびっくりした、私はもう普通に番長、吉宗、刑事とかその辺かと思ってた。乙女の歌なんか別に知らんけど、知らないです。あ、そう、結構有名というか、CD 売れてますけどね。はい、じゃあ消すよ。じゃあこれで書いてくれた。はい、OK ね。オリジナルコーナー。これまあ、次アニメが難しいよな。じゃあアニメ部門、これはちょっと2つか3つに分けるんで、アニメの半剣の奇襲の歌、歌ね、歌。歌ね、吉宗はもう聞き飽きたんでしょうというと。まあエヴァね、エヴァ、エヴァ、エヴァ、マドマギ、アニメ半券はくださいね、みんなもうご存知でしょ。リゼロとかどうなんですかね。ああ、まあでも歌有名。いやどうかわかんない。マクロス、ね、いやアクエリオンね、ルパン、これ3つぐらいやるんでいっぱいください。バジリスクね、シンフォギア、エウレカ、エウレカな、鬼面組はシェ、鬼面組はないな。あとゲッタンってこれあれか、ダンバインか、ギアス、あー確かにな、トムジェリー、お誰やトムジェリー、トムジェリー、おい店長言うたやつそのままちゃうんかいな、おはい。これはもうちょっと多かったら3つぐらいに分けますね。アリア、あーアリアな、アクエリオン、そうやね、歌、まあ、カラオケではもう絶対アクエリオン上位入ってるもんね。ありやな。え、店長、鬼面組はなしでいいですか。あ、なしです。死んでください。死んでください。死んでください。はい。なんで鬼面組こんな押すんやろ。犬夜叉、あ、まあ、犬夜叉も一応あれか。あ、ちょっとじゃあ、あ、セイントセイヤ。ハットリック。ハットリック。一応、じゃあこれ、アニメ部門1個ね。1個目。
マクロス、ルパン、バジリスク、ウレカ、ダンバイン、キンニクマン、アリア、アクエリオン、イヌヤシャ、どんどん入れといてください。また2つぐらいアニメ部門やります。多いんでね。鬼武者はアニメじゃないな。どっちか言うたら、まあ、ゲームになるけど。じゃあこの中で選んでください。まあ、バジリスクでしょうね。マジかな。まあ、スロットがもうねだいぶ有名やもんね。いやマクロス、エウレカ、アクエリオンとかも結構ね。ルパンとか来そうですけどね。あ、ルパンはな、カラオケで歌うとしたらやっぱマクロス、ルパン、まあ、バジもかな、エウレカ、アクエリオンぐらいかな。まあ、トップ10とかに入りそうな歌はね。じゃあ選んでください。マクロス、ガンダム後で入れるからちょっと待って待って待って、落ち着け黙ってとは言うてへん、落ち着いてとは言う。ゴッドイーターはアニメでもいいけど、歌、曲はちょっと知らんな。曲ですせ、これみんな今日ゴッドイーターってゲームじゃない。アニメもやってましたね。いやなんか入れた。じゃあ出すよ。お上3つです、ね、マクロス、ルパン、バジリスク、とりあえずじゃあこれ、はい、書いといてください。あ、まあまあまあ、筋肉マン、こじこじ言うとるやつ誰や。こじこじしとけ、そんなこじこじしとけはちょっと意味わからへんけどはい、じゃあ2個目ね。1個目はとりあえずガンダムな。ガンダム、ね、まあこれじゃあゼータも入れときます。ゼータ1個しかないからね。店長なんかあれやったら呼んでってもらってもいいっすよ。コメントあったやつ。え？なんて？なんて？あ、銀河鉄道スリーナイン。あー、スリーナインか。あと北斗もあったな。あ、北斗ね。北斗、北斗。北斗、聖夜。シンフォギアも入れようか。聖夜ね。シンフォギアはでも一個一個の歌がね、結構バラバラやからどうなんやろう。うるせえやつら。聖夜ね。シンフォギア。うるせえやつら、うるせえやつら、ラムちゃん、ラムちゃん、ギルティクラ、ギルクラか、ギルクラ、歌知ってる？いや全然わかんない。みんな半券じゃうで、歌やで頼むで。窓マギーとか、ギアス入れてなかったね、さっきね。コードギアスね。シンフォギアは入れた、入れた、今入れた。コードギアス、ゆで卵、なんなの。ゆで卵ってキン肉マンのあれでしょさっきキン肉マン赤かったやん。七つの大罪。あー、滞在なー、確かに。あの補助全般、はい、グーグーガンマもわけがわからない世代ちゃうしな。たぬきちくん、あり、タルルート、ゴルゴ13、やったーま、エヴァは入れようか。あ、ヤマト、ヤマトもあります、ね、あ、ヤマトな、キャプツバ、うーん、キャプツバなー、エヴァ、おそ松さん、バカボ、クイーンズブレードバカボン、レイブ、ブラックラグーン、一応かにこじこじありましたよね。どういう、マキバオ、めっちゃあんな、やっぱアニメ半券。やっぱじゃあ3つぐらいしようか。ヤマト、バサラ、あ、リンカケ、あー、なるほどな、そっちもな、濃いな、やっぱ濃いな。じゃあとりあえずちょっと有名なところ出すわ。はい、じゃあガンダム、これゼータも入ります。北斗、シンフォギアで、セイントセイヤね、うるせえやつら、コードギアス、七つの大罪、エヴァ、ヤマト、もうこれ結構人気半券ですけどね。歌で言うとシンフォギアってちょっとちゃうくないかな。シンフォギアのこと、それともなんか別のアニメのこと、どっちやろ。店長はこんなのどうですか。僕は歌でしょ、うん、まあ、北斗じゃないですか。北斗、私エヴァかなと思うんですけどね。なんだかんだ、ね、なんだかんだ、パチンコってか、そのアニメのカラオケで言うたら絶対残酷な天使のテーゼ入ってるもんね。終結の園ね、はいはいはい無双の音楽好きだ。まあそれもじゃあ北斗に入れといてください。聖夜と粗品、もう大喜利にかかってるしますけどね。まあヤマトもね多いよね。キャッツアイ、コードギアスも好きな人もな、はい。下ネタどもう掘り込んできてるけど読まへんで、めんどくさいから読みてー読んでいいよ、じゃあガルパン、歌知ってる？ガルパンとか。じゃあ一応このあれやね、ちょっと人気半券じゃないけどアニメ半券回答出しましょうか。あ、すごいね、北斗、シンフォギア、
これも一角っすね、じゃあ。あとは割れてますね。せいや、エヴァ、ヤマト、コードギアス。それも入れとこうか。なるほどね。誰や、7つの滞在言うて入れてへんやつは。ガンダム。ガンダムとかも言うてたやないか。でもガンダムの鳥かごの少年はいいよ。ゼータガンダムの歌はいいよ。はい。ヤマトも入ってない。エヴァもっと上だろうが。割れたね。北斗の方がやっぱあれなんやね。燃え上がれガンダムちゃうんかいな。でこんな感じですね。アンコウ祭りあるじゃんかって歌えるか、歌ってくれよ私は知らないぞ、はい、じゃあアニメ半券もう一個いっとこうか。もう一個結構そんなある。アニメ半券窓マギ入ってなかったっけ。 あそっか、窓マギやね。そうやそうやそうや、窓マギやったやったまあ確かにあるな。あるっちゃあるな。入れよくナンバーはもうあるっちゃあるな知らんけど、どうしたらいい、ここアタックやろ。ほんまに聞いてちょっとテンション上がるとか、ほんまにこの歌好きのやで。ガルパン一応入れるで。じゃあガルパン、あのゼロやったら芝生でそう入れたやつ芝生であゼロゼロナインな。あの一応グローブのね歌タイアップしてますもんね。あパンマ出してないやただ好きなね、おそ松くん、おそ松さん。おそ松くんの歌って逆にどんなん。ドラえもん。クイーンズブレード入れとこか。じゃあエースを狙いもあったな。エースそう、うん、エースエース。あ、化け物な、物語シリーズね。あー化け物確かに化け物ね。日暮らし、あー日暮らしはあのイカサマネージャーめっちゃ好きやもんね。はいはいはい、そうなんですか。うん好きやね。サイコパス、サイコパス、あ、春日な。春日は有名やな。鈴宮春日ね、うん、ゴッドノーズとか晴れ晴れ愉快好きやもんね、みんな。ザキミヤザキミヤって歌ったかしら。シェシェウルトラマン実写やからな。はい、まだ紛れたよ。あと2つね。あと大きい半券なんかあったかな。アニメの、アニメ何やろ。アジン歌知ってんの。アジン知らんやろ。輪掛けな、まあ輪掛けるとこで輪掛けも歌あるもんな。リングにかけろやったっけ。広角機動隊あ歌知ってる好きな人は好きだね。まあそうやな、ちゃんと歌える歌がいいな。巨人の星歌ってもらっていいですか。わからない。わからんのかい。ギアスはギアス入れた。ギアス先入れやった。そうやなぁ、レッカ、レイブ。あんま言うとなんかまたわーって言われ、あの、言いそうやから、ちょっともうあんまり言いたくないねんけど。百花繚乱 ?HOTD も先入っとったけどな、そんな有名か。カイジとかないのここで。明日のジョー。あ、ジョーか。ジョー入れようか、じゃあ。あ、一気当選なぁ。ジョー入った。一騎当選のオープニング好き、織田信長。なんか急に出てきたな。ケロロとかほんまに言うてるほんまに言うてるか、ほんまに言うてんのか。じゃあ一応これで出すよ、もう。はい、窓マギ、ガルパン、009、クイーンズブレード、物語シリーズ、馬券2世込みね、日暮らし、あ、鈴宮ちょっとごめん、あの、あれ打ち間違いだけど、一応春日ね、輪掛け、明日のジョーお願いします。窓マギかな。窓マギですね。かしっくりくるのがもうその辺です。鈴宮春日とかゴッドノーズはカラオケではよう入ってますけどね。どうやろう、まあテンション上がるのは009とかも上がるけどね。あのグローブの歌はね、クイブレも歌いい歌多いけどね。うーん、物語シリーズは私ちょっとアニメを見てないんでちょっと歌が分からんけど、有名なのは知ってる。エピボの音楽歌って、エピボってあの窓マギ？エピソードボーナス。歌えますか？うるさい。視聴者に喧嘩を打っていくスタイル。情熱ガンガン。ああ確かに明日のジョーはね、やっぱ強楽の方のジョーはね好きな人多かったですね。窓マギですか二人？窓マギですねもう。じゃあそうか。はい。日暮らしやった。日暮らしやった。日暮らしやった。日暮らし。26。明日のジョー。で、ガルパン窓マギ。ガルパン窓マギ。
誰や輪郭言うだよ、ほんま出てこい。ゼロ絶対ありますよね。恋愛サーキュレーションはなんか良かったんちゃうの、あの何だっけ、あのプラチナディスコ何だっけ、なんか言ってたやん、化け物好きな人なんか言ってたような気するけど、あやっぱ優がいいんか日暮は。へえ、なんかもう全然わからんくなってきたわ。全然わからんっすね、アニメが一番難しいね。まあ確かにね、 ST で気持ちがいいやつ、まあでもそれ言うたらあのあれやな、ダンマインもいいけど全然入ってなかった。はい、じゃあここから結構出たんで、じゃあちょっととりあえず皆さんに選んでもらったやつちょっと発表しようか。で実写は倖田來未、AKB、TM レボリューション、X ジャパン、仕事人、冬ソナ、リング。でオリジナルが乙女、獣王、海物語、ゴッド。でアニメ版権がマクロス、ルパン、バジリスク、北斗、シンフォギア、セイヤ、ギアス、エヴァ、ヤマト、日暮らし、ジョー、ガルパン、マドマギ。多いね、やっぱね。いや、とりあえず実写から潰していこうか。潰していこう。100% 見たいね。でもね、なこれでも 100% 難しいね。多分、割れるもん、絶対。100はね。じゃあ、歌手 と, ど、と映画、実写も一気にいくよ。じゃあ、ここから選んでね。じゃあ、倖田來未ね。倖田來未でもやっぱ今でもあれなんかな、好きなんかな、みんな。倖田來未とあゆやったらどっちが、パチンコ的にやっぱ倖田來未の方がヒットしたんでしょうね。いい歌は多かったもんね、やっぱりね。 AKB、X ジャパン、X ジャパン1個しか出なかったような気がするけどな、すごいね。これも陳大好きな人やな、はい、で仕事人ね、仕事人、冬ソナ、そしてリング、倖田來未って誰や。倖田來未の方が面白かったってね。では行きまーす。これ実写部門ね、ちょっと1個選びますね。じゃあ倖田來未、 TM レボリューション、 AKB、 X ジャパン、仕事人、冬ソナ、リング。じゃあこの中から上位2つ。倖田來未は全完全復刻してほしい。 FF102 で倖田來未知りました。あー、リアルエモーションやね、確か。ちゃうかったかな。 X でしょ、ほんまか。ほんまか、この中で X か。まあ確かに紅とかは良かったけどな。あと何やったっけ、各編中の歌が絶対に決まってたよね。冬ソナ強いよね。強い歌で言うと、でもリングも強いですけどね、はいはい、聞き慣れてるというか。雫やったっけな。花ちゃん、こんな書いたらどうですか。いやー、けど AKB か、うん、倖田來未じゃないですか。あー、やっぱ歌パチの方が強そう、はい、店長どうですか。お前 X かな。嘘つけよ、お前乗っかっていくか。X かなちゃうやろ。歌や歌やで、ね、くれないかな。歌で言うとでもどうなんやろう、リングか倖田來未なんかな、上がるっていうかね、なんか口ずさんでしまうというか。じゃあいきますよ。すげえこれ、すげえこれ。ほぼ 12.5% っていうこのバレてるやん。ほぼ 12.5%。 でもあれっすわ、やっぱ冬ソナとリングっすね。冬ソナリングじゃあ書いといて、こっち割れすぎ。店長分かってんじゃん。X って言ったから。なるほど。じゃあ店長、ちょっと冬ソナの歌を歌ってもらっていいですか。テレレテレレレテレレテレテンテレレ。最初の正解あんのか。ははってなるけど、はい。でこんな感じですね。じゃあ実写部門はリングと冬ソナ。帰ればやばいよ。帰りたいわ俺もそれは。仕事しようでこっちも。はい、そうやね。はい、じゃあ次オリジナル版権と、オリジナル版権じゃあ2ついこうか。ヘラヘラ歌うなって言われた。すいません、それはすいません。意外に真面目やからね、みんな意外に真面目。いやこれ先に言うとくけど、視聴者がやってほしいって言ったからやってんねんよ、まあ、じゃあ乙女ね、
これも2つに絞ります。自由王、海物語、あとはゴッド、ゴッドね、ミリオンゴッドね。じゃあこれ絞ります。歌い出しと同時に画面が荒れ始めた。後ろゲストのサインいっぱいありますね。まああれですね、一応過程ご来店いただいた方のサインいただいてます。じゃあこれで2個絞ってください。海でしょ。海やな。海海と乙女かな。なんだかんだサバちゃん。サバンナチャンス、そんなみんなあれなんや。いやでもいいよな。まあいいですね。なんか最初がいいもんな。どんなどれ。サバンナチャンスだぜみたいな。でしょみたいな、そういう。なんかほんまに。そうなんでしたっけ。ほんまに。いやいやいや、そう最初そう。サバンナチャンスでしょみたいなの言う。ゴッドに5000点。ああゴッドな。海か乙女でしょ。気もするけどね、うざって言われた。うさい。ははは。って言われた。行きまーす。獣王なんや、マジで。サバちゃんが勝ちましたね。マジか。あ、歌なあれ。富士サファリパークからやり直し。これね、関西流れてないんですよ、富士サファリパーク。じゃあ獣王、うん。とりあえず時点でじゃあ乙女と、あ、じゃあ海物語か。獣王と海物語。へぇ、乙女ちゃうんや。店長、今歌わないでください。歌ったら歌ったで文句あるし、歌えへんかったら歌えへんかったで文句あるし、大変やね。困ったリスナーだよ。大好きやな。じゃあ、アニメはちょっと2つに分けようか。じゃあ、アニメね。みんな音楽やぞ。そやで、音楽やで。そやで。でもサバちゃんこんだけ人気あるやったらちょっとね、なんかあの聞いてみようかなって思うかもしれへんな。日暮らし。ほんま言うから、最初に。え？サバンナチャーンスでしょって言うでしょ。でしょうか。ほんまに検証すんで、ちょっとやってきて、でしょ。絶対言うから。ほんま？絶対言うから。ほんまに？でしょか出せかわからない。どっちか。全然ちゃうからどうする？両方ないと思うんだよ。絶対言うから。でしょ。そこでそこでテンション上がるから。ああそう。そこが一番上がるんですね。上がるの。じゃあせいやギアス。言わねえしとか言ってました。うるせえし。黙れし。ちゃちゃ喧嘩おります。お前や。じゃあとりあえずアニメちょっと分けまーす。だぜっぽいこと言う。ほら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 。なあ言うよな。ダゼっぽいことを言うってこと。それ裏基盤じゃねえの。それお前が裏基盤やろ。じゃあ一応これアニメ部門1ね、はい、2もありますんで。これはね、はい、日暮ジョー、窓マギ、ガルパン、聖夜、ギアス、ヤマト。まあ俺聖夜ね。あまあ確かにテンション上がるもんね、聖夜は。でも情熱ガンガン好きって出しとったな。でもギアスはギアスもねね、いいよね。有名な歌は多い、ね、多いね。フローとかもね入ってるし、こじこじは入れません。さっきからなんかちょいちょいこじこじこう挟み込んでくんだけど。はい。こうねなんかこう耳に残るとかね、そういうのもあるよね。最終決戦。それシンフォギア。最終決戦の歌あったか？春日は落ちたっちゅうね。春日予選落ちや。この中から選んでとりあえず。もう一個あるから。もう一個が割とあれやな、大きいかもしれない。じゃあ店長たちは窓まぎ。僕せいやです、ね。あ、せいやか、はい。花ちゃんはギアス？ギアス、ね。ギアス。じゃあ行きましょう。お。マジ？日暮らしやって。ああ、そうなんや。やっぱみんなあれやな。ちょっとマニアックなとこ行くよね。やっぱり。日暮らし。日暮らし。あとどうしようかな。ジョーとギアスとヤマトはちょっとあれしようか。決戦しようか。ああそうなんや、ちょっとびっくりした。日暮らしそんなんいいんや。窓まぎとか全然やん。何やったんや。あと山田やな。窓まぎの歌めっちゃいいけどな。まあそうですね、うん、まあ、そうですね。あれコネクトとかね、キンコンキンコンっていうやつがいいな。
何の歌ですか？窓脇の歌やけ。最初です。最初、うん、キンコンキンコンいう歌。あわかる。わかりました。わかりました。歌の名前わからへんけど。キンコンキンコン。そう、最初キンコンキンコンいう歌あるんですよね。は？って言われた。一応これ、この中で一つ。あ、ルミナス。あ、ルミナス。それがキンコンキンコンだ。キンコンキンコン言うの。いやけどわかります。わかる。これはわかりますね。あの歌めっちゃテンション上がるよな。あ、そう。キンコンキンコン、はい、これさっき の, あの枠の中のちょっと同じ表やったんで、まあ もはやこれに関してはもう取れてもいいですか。そうですね、これに関してはそう。でもギアスちゃう。いや、なんかモザイクかけらとか好きな人多いよね。ヤマトはもう宇宙戦艦ヤマトやもんな。まああれはテンション上がりますけどね、うん、2199の方やったのウーバーワールドはめっちゃいいですけどね。ファイトオブリバティやったっけ。ヤマトとジョーは何世代？今の世代からしたらギアスやな。そうですね。ルミナス神戸は違うな。生徒会長が弱いアニメでしょこれ。出ちゃいました。生徒会長もうギアスファンに刺されたらやね。生徒会長。サバンナチャンスやりですって。あ、やりー。ほら、なんかそんな感じじゃない。でしょうね。じゃあギアスとヤマト入れといて。あ、ギアスジョーちゃうんや。へえ。ギアスとヤマト割れた。40-40。へぇー、上予選落ち。まあ、情熱ガンガンとか言うてちょっと前やもんな。今のね、あのサミーさんからのやつには入ってないんやったっけ。じゃあ、アニメ部門2つ。ここ多分本命多いんちゃうかな。北斗。じゃあ、窓マギの CD 買おうかな。ありますよ。あるありますよ。ちょうだい。いや、ちょうだいって あるって何。その店舗にあります。店あんの。マジか。アルバムあります、ね、あるんだって店長。ちょっと車に落としますわ。ルパン。エウレカな。エウレカは落ちちゃったね。バジリスク。少年ハートよかったのにな。あ、そっち派っすか。私デイズ好きっすね。やっぱ ね、はい、少年ハートあれやで、5連ぐらいしないから聞かれへんよね。あと何だっけ、太陽の真ん中絵か。はいはいはい。知らんやろな、多分。あの感じ知らんやろな、きっとね。まあまあ、少年ハート、しかもか、うん、あれ、少年ハートを聞くためにもやってたからね。あ、確かに。サミーは北斗一択。立つんだ、女王。エヴァもけど、歌ってなったら。桜ね、チェリーブロッサムのやつね。いい歌っすね。知らんのに、はいはい、言うな。乗っかっていくのがザケビアスタイルなんで。はい、これもじゃあ上位2つ。これ割れるかな。ヘラヘラすな。バジの水木奈々いいよね。まあワイルドアイズとね、あの姫紫か。バジ6枠はハンデでかい。シティハンダーとかなかったな。ああ、ほんまっすね。キャッツアイとかあったけどね、ちょっと締め切り終わってたからね。でもシティハンダーもまあ、ルパンとか北斗に比べたらやっぱちょっと薄れるんかな。ゲットワイルド。ゲットワイルド。メソン一国もさっき落ち、誰も言うてへんかったやん。これはどうですか、ムロッコ。北斗？マクロス。マクロス。あ、テンちゃんマクロス。花ちゃんは？エヴァですね。エヴァ。あ、私もエヴァかなと。分かってないよね。エヴァかマクロスかなと思った。だけどマニアックな方多いんでね。うん。そこはちょっとあれ。じゃあ、出すよ。おっシンフォギアやった。そこはあれ、ね。あ、そう、ああそう、じゃあシンフォギア何が一番ええか教えてもらっていい？曲名知ってるみんな。シンフォギアは、シンフォギア、マリア様でしょ。やっぱマリア様の、シンフォギア、北斗。マリア様の歌がいいんでしょうね、やっぱ。一応バージも入れといてじゃあ。ああそう、エヴァちゃうんや。へぇー。マリア様知ってる？知らない。知らんやろ？めっちゃ弱いね、マリア様。めっちゃ大口叩くくせにな。あのマリア様、ちょっとあの鬱っぽい。そこがまた可愛いらしい。あ、可愛い。で、そうです。あれね、シンクロゲイザーとかね。はいはい。そうだね。水木奈々やね、やっぱな。バジもそうやもんな。はあ。北斗がシンフォギアに負けてるんよ。てか、マクロスなんでなんこれ。エヴァもそうやけど。いや、わからない。まあ、シンフォギア、歌はもちろんええんやけど、そのなんていうの、エヴァとかマクロスみたいにこれっていうのがあんまりない気がしたんで、意外やったね。バジ全部いいもん。
教室モノクローム、それあれだな、全回転の時流れるな。なるほど、わかりました。じゃあ2、4、6、8、10個あるから、どうしようかな、ギアスかヤマト、ちょっとどっちか削ろうか。これで全部9個になるから、じゃあちょっと決戦投票でちょっとギアスとヤマトどっちか。マリア中にやられるぞ、店長です。いや僕マリア好きですよ、マリア、マリア様。マリアはね、どっちかというともうアニメ進んでたお母さんみたいな感じなんで、ね、東大阪の店長、あ、キモさんが、はい、あのに教えてもらったんですよ、シンフォギアを。いや、マリア様を、マリア様の説明を20分ぐらいされて、オタクっすもんね、東大阪の店長ね。そうそう、最初はね、こうなんか祭り上げられた感じでね、こう強気で言ってたんやけどね。ギアスとヤマトはもうギアスでしょ。ギアスかな、ヤマトは宇宙戦艦ヤマトの歌やっぱ好きだし。まあ俺ヤマトやと思うけど。それは天の邪鬼やな、店長は完全にな。まあ、まあ、でもまあヤマトかな、ヤマト。でちょっとこれをさっくりいきますね。はい、ギアスでした。じゃあギアス。あ、マジかりな、ごめんな。じゃあこれで1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個なったんで、じゃあこれで決まりますね、次、最後。いやー、じゃあこれは全体投票になります。店長本当に歌ってくれるの？歌ってくれる。黒猫山とも絶対言うと思って。じゃあ実写部門、冬ソナ、冬ソナね、冬ソナ、リング、はいはい、次オリジナル部門、獣王、獣王ここに残ってくると思わんかったな。いやいや、だってそらほら最初のあれがいい、さっきの誰だっけ、サバンナチャンスやりあそこ間違えへんかった、覚えてたんや。やり言うてるから、熱唱で来るからやりの時点で面白くない、だいやそうですね、だいぶ面白い。やりってなんなん、やりってこと。いやそういうあれだ、どういう意味だ、やったぜみたいな感じ、ね、あ、そういうことだから、ね、適当やりって言われた。これは割れるかな、バジリスク。じゃあ冬ソナ、リング、獣王、海物語、日暮らし、ギアス、シンフォギア、北斗、バジリスク。結構新旧乱れたような感じね、入り乱れた感じですね。むずいなこれは、難しいわ、ちょっと予想してたのとちょっとちゃうわ。めちゃめちゃ割れそうな気がする。はい、これを選んでください。やったぜ、あ、やっぱりやりっていうのはやったぜって意味なんや。50いかんかった、決戦投票。こんだけど獣王言ってたら来るかもわかんないですね。ザキミヤ、なんで鬼面組押せへんねや。なんで言われてますよ、アイスクール鬼面組。はい、なんでや言われてますよ。なんで言われてもね、なんで言われても押しようがないからね。やっぱ海マジ9枠、まあええやん、別に9枠でも入れたらええやん、入れたらええやん。競馬ちゃうから、9位とかいう意味ちゃうし。ほんでこの後店長が1位の曲を絶唱しますので交互期待。そうっすね、まあ難しいなこれ。ちなみに店長と花ちゃんが予想してたやつはこの中入ってるんですか？入ってないです。入ってないの？はい、入ってなかった？入ってるわ、入ってる、入ってる。入ってんの？あ、入ってないわ。どっちやねん。バリめんどくさいわ、ほんま。いや、入れようと思ったやつが入ってなかった。あ、ほんと？そろそろ歌う準備。さっき聞こか、じゃあ店長らの。え？花ちゃん、じゃあ花ちゃんから。花ちゃんの実は予想してた歌。はい。教えてください。ここね、カメラ。え？そういう感じなん？え、どういう感じですか？俺も歌の名前書いて。あ、それでもいいですよ。だから半減になるからね。じゃあ、花ちゃん教えてもらっていい？はい。うわ、マジですか。あー、入ってるね。おもんないな。入ってる、入ってる。しょうもないわ。入ってる、入ってる。何で言ったかちょっと気になるんですけど、もう。曲名で言ったんですよ。じゃあ、店長は？え？店長は？もう2つ書いたんですけど。あ、いいよ、いいよ、2つ。優柔不断かって言われた。あ、言ってたか、こっち。マクロスな。マクロス、ちゃんと星ついてな。それでしょ。なるほど。一手座五国寺、ドンビーレイトでしょ、どう考えても。が良かった。いいでしょ。で、もう一つは？え？あ、ええちゃうわ。もう一つはね、まぁ、あ、ちょっと、ベタなとこね。ベタな、ベタあんの。男はなと。なんやかんや言うて、刑事やったんや。男はなと。なるほど。店長の台はもう残念ながら、あれね、店長の歌は入ってないんや。入ってないと。は？って言われた。じゃあ、回答締め切りますね。
ふぶさな、リング、獣王、ウヨモダテ、ヒグラシ、ギアス、シンフォギア、北斗、バジリスカ。じゃあいきまーす。うわ、割れてる。うわ、これめっちゃ割れてるやん。あー、やっぱな、シンフォギアやと思ったもん、俺は。50パーいかんかったら、あ、星が汚い、やり直し。滑っとる。これどうする皆さん。これ、まあ一応、だいぶ割れてるからなんとも言えないんですが。5.9 バーだっけ、削除したら。そうやね。じゃあ、シンフォギア、北斗、バジ、獣王ってこと、うん、そうしようか。書いといてもらっていい、じゃあ。めっちゃ割れてる。これが私たちの絶唱だ。シンフォギアの歌やったらもう虹色のフリューゲルとかなのかな、やっぱね。バジがいい。スロッターはバジなんかな。シンフォギアの歌って何？いや、あんまり。ちょっと YouTube でちょっと今自分で確認してみて。あ、シンフォギア、北斗、バジで決戦投票しよう。いいよ。もう何？獣王は省いてええんか。あんだけサバちゃんサバちゃん言うてたけど、ええんか。ええか。これコメントで決めますよ、私。どう？どうすんの？どうぞ。まだザキミヤと流れ星見てない。うるさい。バジ、あーバジの北斗。サバンナチャンスってこれ流したらいいんすか。知らん。やめとこ。知らん。知らんからやめとこ。そうか、姫紫歌うよってね。ただなかなかあのシンフォギアの歌歌う人そんなに多くないと思うんですけどね。あれ難しいもん。聞いてていい歌やなってのまあまあいい歌は多い、確かに。何曲かある。ただなんかその歌いやすい歌がねあんまりシンフォギアないんで、結構こう高低差激しい歌多いから早い歌多いよ、ね、そうそうそう、早いですね。じゃあ分かった、もう獣王入れとくわ。ほんまうっさいな。北斗以外水木枠。え、でも獣王水木枠え、水木枠ちゃうやろ。じゃあもう一回入れるわ。もう一回、じゃあこれ決戦投票いくね。シンフォギアは歌わないよね。聞くのは聞くけど。はい、じゃあもうこれで多分決まるでしょう。これで決まるな。獣王かな。サーバーのチャンス。ここで。ああ、聞きたい、もう今。もう聞きたいです、ね。聞きたい。もう確かに聞きたいです。その最初は。それ聞いて、でちょ歌ってや、ちゃんと。サバちゃんの歌、ちゃんとこう聞きながら歌ってや。こんなんやでっていうの。具体的にじゃあそのシンフォギアでもし決まったとしたらどの歌がいいっていうのもあのちゃんと教えてほしいな。北斗やったらこれがいいとか、バジやったらこれみたいな。バジ1枠来ましたね。これ枠関係ないと思うで。ほんまに競馬ちゃうんやから。1枠来たね。はい、だからうるさいから1回入れた。はい、バジの和楽器バンドいいよね。あと甲賀忍法帳とかもやっぱ好きな人いるもんね。あ、ベタや。ここでサバちゃん逆転勝利ですですです。じゃあ入れようか。いきますよ。はい、お、変わった。バジリスクなんや。結果ね。結果そうなん。結局他が割れすぎてたってこと。じゃあ。なるほどね。はー、ということで、今ニコ生のアンケートで全部出しましたけども、え、50% 超えるまでやんの。やらん。そうなったらバジリスクのシンフォギアの決戦投票になるで。最終決戦。あ、オッズどんなもんなんて知らんから。でもどうする、これも視聴者決めて。1枠強いんだって。じゃあシンフォギア1枠にしたら勝つってこと。まあそういうことですね。ほんまに。じゃあ獣王1枠しようか。そなたも不正疑われるで。水木枠やんけ。いや確かバジリスクとシンフォギアはそうやな、水木さんやな。どうする、これで決定でいい。決定っすかね。どっちも水木奈々やんけ。普通に落ち着いちゃったということですよね。じゃあ、ね、ワイルドアイズ歌ってくださいって言われてますね。いいよ。はい、ということで、じゃあ、視聴者が選ぶパチンコパチスロソングランキングナンバーワンの判決ね、機種はバジリスクに決まりました。2着、2位がシンフォギア。いや、ちゃうから。そうじゃん。まあ、ええけど、獣王歌ってもいいよ。獣王普及活動しますか。最初がちょっとやっぱ言うんかな。はい、これね、一応1位がバジリスク、2位がシンフォギア、3位が獣王、4位が北斗でした。なるほどな。というわけで、じゃあバジリスクの何がいいんやろね。やっぱあれかな、姫紫、ワイルドアイズ、甲賀忍法帳。何がバジリスク、その3つぐらいしかちょっと私分かんないですけどね。何があったっけ、バジリスクの歌。北斗は聞き飽きたからね。甲賀忍法帳、ワイルドアイズ。甲賀忍法帳どんな歌、サビ。
水のように優しい。結構難しいぞ。あれは難しいです。マジは継続確定の歌がいいよね。ワイルドアイズ。あ、それ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 。これ何ですか？それが高画銀宝。ああ、ワイルドアイズは。高いからな。最初は。瑠璃色に輝く木、なんとかなんとかってやつ。全然わからへん。俺がいつも聞いてる。歌詞覚えてないねんな。カラオケで歌うんだけど歌詞は覚えてない。なるほどね。姫紫はあれですね、追走の時やったっけ、の AT の時に流れてますね。ゆっくりした。そうそうそう。水地の巫女。あ、水地の巫女もあるね。私甲賀忍法帳と水地の巫女があんまり分かれへんねんな。なるほどね。店長にじゃあ何歌ってもらおうかな。みんなじゃあリクエストください。最後それ歌ってもらいます。 OK OK。好きな歌でええよ。サバちゃんやろ完全に。ワンフレーズ。今日だけでサバちゃんハマってるから。サバンナチャンス。やりじゃあ聞いてください。やりあ、もう銃を撃ち上がってきた。敵もう銃をしかないか今。あれはいいよね。あ、店長姫紫がいいそうです。なんだ姫紫ってこれ。誰の歌。え、水木なんなんです。あのあれですよ、だから水槽の時に流れる時かな、投げれる歌かな。え、ちょっと向こうで聞いてきて。終わりなき嵐に打ち砕かれて果てても。ちょっと聞いてくるわ。うん、聞いてきて。その間ちょっと花ちゃんに告知しといてもらうから。はい、じゃあ店長最後にはい、姫紫歌ってくれるそうなんで、皆さんこの間にじゃあ花ちゃんに告知をお願いします。さっき見にくいって言われたんでね。はい、じゃあ紙芝居風にちゃんとね。はい、お願いします。じゃあまずこちらから。はい、お願いします。はい、7月9日ですね、はい、新大入れ替えございまして、はい、まあ、目玉となるのはこちらのガロガロですね。はい、まあ、ちょっと落選したんですけども、ね。はい、まあ、これは10台導入しております。はい、で、まあ、他にもですね、はい、見えるかな。見える見える、大丈夫よ。はーですが6台、はい、そのうちの1台が、はい、1円パチンコにも、はい、導入と、はい、であとは仕置きに、はい、22日稼働開始で5台導入します、はいはい、あとゴジラで、まあ、スロットは鉄拳とガルパン、ガルパン、はい、これ2機種で、はい、で、まあ、1円パチンコもですね、結構いろんな機種が入ってますので、はい、まあ、明日にでも、はい、ご来店お待ちしております、はい、ぜひ一応個展 PR 等もね、はい、チェックしていただいて、LINE、Twitter もお友達になっていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。春の風にハラハラと舞い。ちょっと無理やわ。ええちょっと、ええあの無理無理無理。えあのね、うん、無理。春の風にハラハラと舞い散るまでしか歌われへん。なんでや。声がだいぶトーンがね。いや、ちょっと難しいな、あれ。愛って書いて命って呼んだりするからさ。ちょっとひねくれてんじゃん。歌詞がひねくれてんねん。はよ歌えや。じゃあサバちゃん歌って。サバちゃん。あれでもてれてれてれて、あれちゃんと歌詞あるんでしょ。ありますね。あるんすか。あるらしいよ。マジで。はい。それで今日締めるからもう。はい、はい、ちょっと歌ったけどね、姫紫ね。はい、あれちょっと難しいよね、確かに。あれ難しい。歌詞あるよ。あ、歌詞あるんや。いや、今日で、ね、結構ちゃんとしてると思う。ねえ、確かAT 中とかで流れてますもんね。RT とかね、だいたい閉店にちょっとこうお残しというか、残ってるだけずっと流れてるじゃないですか。あれでずっと、あ、これ歌詞あんねやと思って私も聞いてたんですけど、はい、オートモエっていう歌や。オートモエっていうの、ヤッホヤッホヤッホサバンナチャンスっていうの。あ、知らんわ、歌詞全然知らん。タフボーイ関係ないよね。ちょっと今多分真剣に YouTube 横で聞いてると思う。どう、これ何なん、どういう歌。なんかでも筋肉マンの歌歌ってる方が歌ってるっていうのだけは知ってる。オーエニャーモ、オーエニャーモ、これが歌詞ある歌。あ、そうなん、出てくる、調べたら出てくんのかな。ちょっとザキミヤ帰ってけえへんけど。ザキミヤさん帰ってけえへんけど、多分ガチで歌おうとしよう。ああ、なるほど。 YouTube で出てくるよ。ちょっとお待ちくださいね。
あ、その間にね、カイジでもいいよ。あ、帰ってきた。忘れるぞ、早すぎない、忘れるぞ。はい、じゃあお願いしてもいいですか。めっちゃ静かです。ああ、よっしゃ、行きますよ。はい。あれですよね。てってれってれでのとこがあるんですよね。そうですね。はい、最初の。ヤッホヤッホヤッホ。サバンナチャンスゲットゲットゲット。叫べよ踊れよガッホガッ。よし。そこまで、そこまで。よこまで。あーしょけ。恥ずかしかった。あーしょけ。金返せって言われた。はい。ということで、キコネチャンネルはね、次13日、今福店からの放送になります。あと15日はね、この一岡と同じエリアなんですけど、堺店から初放送させていただきますんで、特番もありますんで、15日は17時からと18時からで、よろしくお願いします。はい、今までの時間返せ。いや、まあ、申し訳ございませんでした。はい、まあ、また機会がありましたらね、こういうのもやっていきたいなと思いますので、どんどんこんなやつやってほしいっていうのがありましたら、我々に連絡いただけたらと思いますのでね、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、こんな感じで、今日のチャンネル終わりたいと思います。皆さんご協力ね、ありがとうございました。それでは、さよなら。おやすみなさい。1位はバジリスクでした。いつも生放送動画をご視聴いただきありがとうございます。本当にありがとうございます。動画が面白かった、また見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた生放送動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。さよなら、バイバーイ。